はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、新しい事業についてちょっと説明をしたいんですけど、まあこれまで弊社はですね、まず受託、そしてですね、最近多かったのがクラウドシステムの申し込みで、今後ですね、以前やってたのは超伝導量子ビットでチップのですね、ハードウェアの開発もしてたんですけど、そこはですね、3月31日辞めてしまったので、新しくですね、暗号資産とか NFT とかブロックチェーンというところをまあスタートしました。でもう一個ですね、最近ですね、取締役会の方で、まあ、承認いただきまして、ちょっと始め、まあ、承認というかですね、まあ、一応確認をして、まあ、株主から問題ないということで始めるのはですね、こちら投資業務ですね。で何に投資するかっていうと、まあ、簡単に言うと量子コンピューターへの投資で、まあ、有力なハードウェアだけじゃなくて、まあ、特にですね、ソフトウェア関連で、その量子コンピューター業界にですね、参入したいっていう若者がいた場合、やはり一番問題となるのは、やはり日本の貧困問題とか、やはりお金がキャッシュがないということで、なかなか量子コンピューターをですね、元気でやりたいんだけど始められないって若者結構多いと思うんですよね。で、そんな中ですね、うちの方でも結構ベンチャー企業の立ち上げとかですね、ベンチャー企業の支援っていうのを、まあ、ここ数年やってきて、まあ、特に20代ですね、大学を卒業したばっかの若者とかっていうのを中心に、まあ、量子コンピューター事業の立ち上げのところでお手伝いをして、まあ、技術的とか、あと金銭的な、あと支援をしてきたんですけど、まあ、やはり金銭的な支援をして、こう、いろいろ試したりとかすると、まあ、若いんで元気なんで、まあ、こうやりたい、ああやりたいっていうのあると思うんですよね。で、そこからでも伸びるどっかっていうのは、また別問題なんですけど、まあ、最近のベンチャーキャピタルのですね、まあ、状況もすごい、充実してて、この金銭的なところだけじゃなくて、やはり起業家としての、まあ、こういった風にした方がいいですよとかっていうアドバイスですとか、まあ、事業の方向のですね、アドバイスというのはあると思うんですけど、まあ、最近すごい気づいてて、うちもですね、VC とかから、まあ、調達してやってるんですけど、気づいたんですけど、まあ、量子コンピューター業界ですね、ちょっとディープテックすぎて、金融ですね、で、まあ、大量投資してる、そういった、まあ、ベンチャーキャピタルの人が、やっぱり量子コンピューターがよくわかんないっていうのは、まあ、非常に一番の課題かなと思います。なんで、まあ、それは事業会社もわからないし、金融もわからないし、基本的にですね、ディープテック界隈で、ある程度 AI は分かっても、量子コンピューター分かるって人ほとんどいなくて、まあ、分かるんだったら、自分で会社立ち上げて成功してると思うんで、結構ですね、そこら辺の読みが、結局、うちの方からですね、業界に啓蒙してる状態なんで、その理解が追いつくのが、やっぱり2年遅れとか3年遅れってなってくると、その日本のその発展のその速度っていうのが、まあ、かなり遅くなっちゃうんですね。なんで、一般的に情報が流通して理解する。あとはですね、日本も結構ガラパゴスになっちゃってるんで、まあ、現状で言うと量子コンピューターの技術で言うと、アメリカから2週遅れぐらいですね。3年前までは1週遅れで済んでたんですけど、最近2週遅れぐらいに入ってきちゃってるんで、そうするとですね、2週分巻き返して理解するっていうのは結構大変だと思うんで、まあ、その間に諸外国にですね、まあ、競争で負けてしまうということがあります。なので、うちの方もですね、最近は国プロですね、国の方針と、まあ、ちょっとやっぱり独立して、国プロやらないで、独自で調査して、まあ、伸びてますし、まあ、クラウドシステム含めて、まあ、新技術をどんどん投入して、まあ、高速化ですね、事業の高速化、そして、まあ、コンパクト、軽量化というところでも非常にですね、頑張ってるんですけど、まあ、そういった流れをですね、まあ、まとめてもうちょっと若い人に取り込んで、まあ、国全体のですね、その量子技術のその産業化のところをまあかなり加速しなきゃいけないという状況になってきてるんじゃないかなと思います。で、特に例えばですけど、電気自動車界隈でも電動車界隈でも、やはり日本メーカーまだまだいけるって、そんなに簡単にですね、バッテリー開発できないよと思ってたんですけど、まあ、最近は、中国基準とか、あと欧州基準で航続距離800キロ、1000キロですね。もう下手したら東京から九州行けちゃうぐらいのスペックのですね、電気自動車とか出始めてますし、電気自動車に関しても、まあ、ライダー付きのですね、結構洗練されたデザインのものっていうのが、結構中国のですね、スタートアップから何社か出てて、まあ、テスラですら危ういっていう状況になってて、日本メーカーは全然太刀打ちできないっていうことで、まあ、今後は結構苦労するんじゃないかなと思います。まあ、電動化のモーターとかですね、そういった車体の素材とかで多少巻き返しはできるかもしれないですけど、まあ、肝心なところのですね、制御システムですとか、そのバッテリーですとか、その完成車の販売っていうところで、まあ、かなりシェアを落とすんじゃないかなと思うんですよね。で、そういう意味で言うと、そういった最先端技術っていうのがまだまだで、ね、後追いをしようとしても、もう後追いができないっていう状況になってるんで、
まあ、日本メーカーとか日本ベンチャーに関してもそういった後追い戦略を全くせずにもう突っ走っていって 最先端行くっていう方法が非常に有効的だと思います。それは海外のベンチャー企業とか海外の企業を見ててもそのアメリカ企業とか中国企業は結構突っ走っていくんですけど、で日本は突っ走ってる企業もまあ多少ありますけど、結構やっぱ様子見とかですね、分野もですね結構その産業慣れてないんでその結構選んじゃうっていうところあるし、海外ヨーロッパ見ててもやっぱり日本と同じようなちょっとやっぱりちょっと控えめ保守的なベンチャーが多くて、まあ、イギリスとかは攻めてますけど、まあ、そういう全世界的にそういった保守的になればなるほど、そういったですね、米国大手ガーファとか、まあ、中国のバットとかですね、結構大手の企業の方にどん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 ですね、シェアを奪われていっちゃうんで、いわば先行した技術開発と、そういった知財を含めて、その先行的に開発していかなきゃいけないというところで、結構ですね、頭数が必要になってきます。で、まあ、日本も元気ないんですけど、まあ、ITC でその量子コンピューターに関して言うとまだまだ全然リードしていけるところなんで、まあ、このタイミングで結構ですねシェアをどんどん奪っていっちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。でそれはまあ損得とかって細かいこと考えてるとやられちゃうんで、まあ、損得でそういった企業のそういった運営のバランスっていうのは非常に大事なんで、まあ、そういったところはその体感的に身につけてもらいながら、まあ、技術のところをまあ磨くんですけど、まあ、技術自体はですねやはり全世界でいろんな技術あるんで、その技術だけって特化してると、まあ、そこもやられちゃうんで、まあ、営業でこういったユーザーを獲得っていうところも含めて全体でやっていくっていう必要があって、まあ、そういった経営センスとか経営バランスってなかなか一朝一夕では身につかないし、そういったまあ体系的に慣れてるって言っても国内の VC 向けのですねものってやっぱ国内市場向けになっちゃってるんで、まあ、結構攻めはないですよね。でまあ、安定とかって求めるんですけど、世界基準でこう戦わなきゃいけなくなってくるんで、まあまあ少なくとも世界基準で戦えるような、まあ、ベンチャー企業もしくは国内基準で、まあ、そうやってやっていける企業っていうのを、まあ、選別しながらですね、まあ、投資っていうところを、まあ、今後はですね、いろんな金融機関と一緒に、まあ、やっていければいいのかなというところですね。うちの会社もまあ比較的当初からまあ量子コンピューターで金融関連のところが強くて、まあ、最近も少しやっぱり金融職強くなって、まあ、営業に関しても、まあ、営業に関しては結構まあ通常の営業をやるんですけど、そういった会社の運営に関しても、まあ、その金融技術をですね、まあ、今後活かしていってどんどん効率的にやっていく、もしくはまあリスクをですね、そういった金額に変えていくとか、もしくはそういったリスクを理解するっていうところを含めて、まあ、もうちょっと洗練された企業像っていうのを、まあ、量子コンピューターをベースとして作っていければいいかなと思いますんで、まあ、今後も量子コンピューターに興味ある若者がいたら、まあ、投資を受けたり技術的な支援を受けながら、そういったまあ自分の技術とか営業技術とかあと経営技術っていうのをまあ磨いていって、まあ、国内はもう多分飽和してるんで、まあ、どちらかというと国内向けもいいですけど、まあ、そういった国内の総力を含めて、まあ、海外展開できるようなまあ形でですね、まあ、世界に帰っていけるようなベンチャーが育てばいいかなと思いまして、まあ、今回ですね、投資業務ということで、まあ、ベンチャー投資ですね。当初はまあシードですね、うちの資金力からしたら、まだシード期にしか投資できないんですけど、まあ、立ち上げをしたいというところに関して言うと、まあ、興味ある人はぜひですね、技術を磨いてやってみてください。じゃあ今回は以上です。